どうも皆さん、エンプティブラックボックスです。おだっす。つい先日ですね、はい、渋谷チェルシーホテル、ロカボックスボリューム8、来ていただいた皆さん、ありがとうございました。ありがとうございます。おかげさんでね、いっぱい人も入ってて、いい感じになりましたね、これね。ですよ、ですよ、ですよ。ザ・ホリデーズのメンバーからも連絡がありまして、はい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 、最高にいいイベントだったんで。なるほど。自分たちの最後に、はい、本当ふさわしいイベント呼んでくれてありがとうと。よかったですね。俺の連絡が来まして、はい、でも俺残念ながらね、本番見れてないんですよ、ホリデーズ。そうでしょうね。ちょうどあの時間、藤井さんが行ってたよ、俺。ですよね。そうそうそう、大好きだ。そうそうそう。だから、ホリデーズのステージ見てなかったんだけど、はいはい、後から聞いたら、すごいいいステージだったらしい。なんか評判良かったですね。まあね、とにかくみんなのおかげで、まあ、楽しいイベントだったんでしょうか。さあ、そういうわけでね、次のライブはいつですか。はい、6月27日日曜日、横浜ベイスです。横浜ベイス、はい、久々ですかね。そうです、久々です。でこれまた久々、スキカお兄さんと、そう、お兄さんたちと、一緒に、イベント出ますんで、もう楽しみです。はい、そしてね、このライブに来てくれた人への特典として、はい、ポストカード出た。何月バージョンですか。7月バージョンなのかな。じゃあ2ヶ月分ぐらい。2ヶ月分、7、8月セットバージョンですかね。7月、そうね、7月ライブ少ないから、はい、7月、8月2ヶ月分、ね、分のやつが1枚に入った、はい、俺たちの写真入りのカレンダーのポストカードを来てくれた人にプレゼントしますんで、はい、ぜひぜひもらってください。まあ、数に限りがありますからね。そうね、これはね、はい、本当に、そんな感じで、はい、もう一度最後に言っていただけ、はい、6月27日日曜日、横浜ベイスです。よろしくお願いします。よし。というわけで、皆さん横浜で待ってますんで、ぜひお越しください。はい、というわけで、プティプラックボックスでした。バイバイ。バイバイ。アディオス。シューマイ。とりあえず笑い飛ばしたら、ここで会いましょう。お楽しみはこれからさ。いたんだ。